あの娘にしたとか自殺などをせず生き抜き地獄に落ちて暗黒の荒野をさまようべきであるのかもしれん。私にしたところで自分に課した人生の道とは語る荒野の不動であるが、それにもかかわらず美しいものを美しいままで終わらせたいという小さな恋願いを消し去ることもできぬ。死んでしまえば身も蓋もないというか、果たしてそれはどういうことであろうか。人間は永遠に自由ではありえない。なぜなら人間は生きてもまた死なねばならず、そして思考の流差にとらわれている限りは。未完の美は美でない、未完の美は美でない。誰が言ったのかは知らぬが、その当然落ちるべき地獄での変化自体がそのそのものが美であり、言う時に初めて美と呼びうるのかもしれない。二十歳の少女をわざわざ六十の老衆の上で踊らせ、それを見つけなければならないのか。私には愛の見当がつかない。Thank you.